の状況がこうなってるとか、まあ、説明できる工務店さん、代理さん、そういう方が選んでた方がいいかな。まあ、施主さんと、工事の代理人さん、代理さんは、信頼関係がないと、多分、家って完成しないと思います。そこをできる人がおる工務店に頼んだ方が、リフォームは、素晴らしいものができるのではないでしょうか。